形容動詞のなり活用、始めていきましょう。はい、形容動詞に突入です。えー、活用は2種類。1つ目がなり活用です。な、えー、り活用とそうでない活用の見分けは比較的わかりやすいですよ。えー、例えば、あわれなり、明らかなりなど、もう終始形がそのまま気がつきましたね。 はい、なりになっているものがなり活用なんです形容動詞も形容詞と同じように様子や気持ちを表す言葉ですよねもちろんね、えー、形容詞の言葉はたくさんたくさんあるんですけれども言葉を覚える際というのは まあまずあと系形で覚えていくはずなんですね。つまり、えー、その言葉を覚えることが活用の暗記に直結するということになります。では、やっていきましょう。 えー、未然形は打ち消しの助動詞図を伴って確認します、えー。連用形は接続助詞の手を伴って確認する。終止形は言い切りの形そのまま。辞書で引くときの形そのままですね。えー、連帯形は体言に接続する代表的な言葉ことで確認しましょう。以前形は接続助詞の「どうも」をつけて確認です。 命令形は命令するときの言い方ですが、まあ、便宜上びっくりマークを書いておきましょう。はい。あわれなりです。未然形はあわれならず。連用形はあわれなりて。 終止形はそのまま、あわれなりですね。それから、連帯形が、あわれなること。以前形は、あわれなれども、メレー形は、なれがあります。あわれなれがありますが、実際にはほとんど見られないため、格好が気になります。ならなりなりなるなれなれですが、 ここ。ちょっと左側に隙間があるので気がついておられますね。そうなんです。形容動詞の場合、連用形に注意なんですよ、えー。なりもありますが、にもあります。ではこの連用形のにはどんな時に使うんでしょうか。 はい、3つあるんです。1つ目は下に用言がつくときです。用言って何だったか覚えてますね。はい、動詞、形容詞、形容動詞ですよ。はい、2番目です。下に助詞がつくときです。3番目は等、えー、点、まあ、この文中の点ですね。で、一旦文を止めるときに使います。そのときだけこの人が出てくるんです。 はい、形容詞の時は本来の活用と補助的な活用で右左に分かれたわけなんですけれども形容動詞では違いますシンプルに連用言が2つあってその2の時は下に用言がつく時下に助詞がつく時そして、えー、当点で一旦文を止める時と考えて覚えるのが一番です。ならなりになりなるなれなれ。 となります。五感変わらない部分はそうですね。哀れですよ。さあ、明らかなりです。語感は？明らかですね。なりの部分から変わっていきますよ。 明らかならず、明らかなりて、明らかに、明らかなり、明らかなること、明らかなれども、明らかなれ。命令形はカッコ書きです。実際にはほとんど用いられません。ほのかなりです。五感は、ほのか。未然形、 ほのかならず、連用形、ほのかなりて、またはほのかに、終始形、ほのかなり、連帯形、ほのかなること、以前形、ほのかなれども、命令形は用いられませんが、ほのかなれ、かっこ書きです。もうお分かりですね。あと5つ、わざと。 書いてあります鮮やかなり清らなり怪しげなりあだなりことなりまれなり,なり一旦ここで動画を一時停止にしてただ表を埋めるだけでなく口ずさむだけでなく辞書で意味を調べてみるもちろん「あわれなり明らなかなりほのかなり」の意味を忘れてしまった人も同じですよ。このひと手間が大切ですぜひやってみてみください では、引き続き活用の確認のみ行っていきます。えー、鮮やかなりです。あざやかが五感ですね。鮮やかならず、鮮やかなりて、鮮やかに。鮮やかなり、鮮やかなること。鮮やかなれども、鮮やかなれ。めでけは、かっこ書き。 ならなりになりなるなれなれですよ。きよらなり、五感はもちろんきよらです。きよらならず、きよらなりて、きよらに。きよらなり、きよらなること、きよらなれども、きよらなれ。だいぶ慣れてきましたね。頑張ってください。えー、怪しげなりです。 はい。なり以外は五感となりますので、あやしげが五感ですね。あやしげならず、あやしげなりて、あやしげに。あやしげなり、あやしげなること、あやしげなれども、あやしげなれ。ならなりになりなるなれなれです。あだなりです。このあだの漢字書けますか というか、調べましたか意味を調べてね、満足するだけではちょっと惜しいですね。漢字も一緒に調べてみていただきたいところです。はい、五感はあだです。あだならず、あだなりて、あだに。あだなり、あだなること。あだなれども、あだなれ。 はい、次行きましょう。ことなりです。ことと読みます。いいですね。えー、ですから、五感はことの部分。二前形、ことならず。連用形、ことなりてことに。終止形、ことなり。えー、連体形、ことなること。 以前形、異なれども、命令形、異なれで、格好書きです。はい。最後です。まれなり。語感は、まれです。未前形、まれならず、連用形、まれなりで、まれに、終始形、まれなり、連帯形、まれなること、 以前形、まれなれども」「めれ」「形、まれなれ」「ならなりになりなるなれなれ」これが形容動詞の成り活用です。やはりポイントは連用形「なり」と「に」の2つありますが「に」になるときは下に要言がつく下に助詞がつくそして当、えー、点点で一旦文を止めるときと覚えてください。 続きまして、形容動詞のもう一つの活用に入っていきます。成り活用だけの動画を見るのではなく、もう一つの活用と是非、ぜひ、ぜひ一緒に学習して覚えていっていただきたいと思います。形容動詞の成り活用、以上です。